出町柳駅。出町柳駅は、京都府京都市左京区にある、永山電鉄、京阪電気鉄道の駅。駅番号は、京阪電気鉄道が、KH42、永山電鉄が、e、E01。出町流で、鴨川左岸、東側の東駅周辺の地名として定着しているが、元は、出町と柳の二つの地名を合わせた駅名である。出町は、鴨川右岸。 西側、上京区側の河原町今出川付近一帯を指す、俗称、柳は、鴨川左岸、東側、左京区側の東駅周辺の地である。なお、永山電鉄側の現所在地が、左京区、田中城柳町、京阪電鉄側の現所在地が、左京区、田中下柳町である。 英山電鉄の駅開業時点から1976年3月31日までは、京都市電、今出川線の加納大橋電停が、駅前の今出川2に存在し、接続路線となっていた。今出川線が廃止されてから、京阪大東線開業までの13年余りの間は、他の鉄道と接続しない孤立したターミナルだった。駅舎は1993年、 平成5年6月24日に竣工した京阪出町柳ビルで、かつては永山電鉄本社もこのビル内に置かれていた2014年に現在地の修学院駅前へ移転。地上にある永山電鉄の駅と地下にある京阪電気鉄道へのメイン出入り口が一体となった構造である。駅施設としては地上1階に永山電鉄のホーム及び駅施設。 京阪の入り口、バスターミナル、地下1階に京阪のコンコース、地下2階に京阪のホームがある。島式ホーム1面2線を有する地下駅。ホームは10両分の長さがあるが、大阪寄りの約2両分は使用されておらず、線路との間は壁となり今出川口への通路となっている。そのため、今出川口からホームまでの動線距離が長い。改札口は、 北寄りの栄田口と南寄りの今出川口がある。鴨川へ排水する雨水用下水道幹線が今出川通の下を通っているため栄田口側と今出川口側は改札外のコンコースでつながっていない。双方の改札口間はホームまたは地上を経由して行き来する。栄田口は 英電駅車内とその周辺及び今出川、通北川につながっている。英電駅車内からコンコース海に降りた地点と、改札口は少し離れており、下り下段のエスカレーターは、ロングエスカレーター称され、降りた先の部分がそのまま、ムービングウォークとなって、改札口近くまでつながっている。今出川口は、今出川、通南側の出入り口につながっている。 今出川2を経由する西行きのバス停に近い。利用時間は7時から21時までである。ただし、毎年8月16日夜には、駅近辺を主体に開催される大文字誤算送り日観客に対応して、利用時間を30分延長することがある。今出川2と川端2の交差点四隅の4カ所の出入り口の内南側の2カ所は、今出川口。 北側2カ所は、エー口の改札コンコースにつながっている。道路から、ほぼ平面のエ山電鉄駅車内から、エー口コンコースへの通路と、エー口コンコースからホームへはエレベーターが設置されており、車椅子等での移動が可能である。当駅は、始発駅であることから、以前は独自の発車メロディが流れており、特急、軽特急の場合は、牛は丸のアレンジ曲であった。 2007年6月17日からは、向田に実る作曲による発射メロディが導入された。軽特急の発車時は、出町流からが使用されていたが、2008年10月のダイヤ改正で、軽特急の設定が廃止されたため、同時に使用終了となった。しかし、2009年12月の臨時快速特急、中野島港運転時に使用された。 2016年3月19日のダイヤ改正では、京橋七条間ノンストップの列車、快速特急が、再び設定で、出町流からのメロディも復活したが、2017年8月5日に、高谷実る作曲の快速特急用メロディが導入され、再び使用終了となった京都における終端駅であることから、列車で京都出町柳駅と行き先案内することがあった。 2003年秋のダイヤ改正以降は使われなくなったが、電光掲示板及び LED 式の行き先表示器を搭載し車両については、2017年7月より大阪府内の駅で京都で町柳と表示されるようになった。駅ホームのカラーリングは黄緑である。両、ホームとも8両編成の停車が可能。特急は通常は2番線からの発車となる。 快速特急は2番線のみの発車となる。当駅の大阪寄りに引き上げ線が1線あり、折り返し列車の調整などで使用する。開業から2017年2月24日までの間、快速特急、特急、通勤階級、快速急行のうち、転換クロスシート装備列車、8000系、新3000系は当駅到着時に少し手前の停車位置に止まり、乗客を 全部下ろしてから一旦ドアを閉め、転換クロスシートの向きを変え、車内整理を行ってから少し前進して、本来の乗車位置でドアを開けて乗客扱いを行っていた。ただし、回送列車の折り返しを除く。これは乗車と降車のドア扱いを分離する目的がある。ほか、車内に乗客がいる状態で転換クロスシートの自動転換作業を行うと危険であるという理由も、 あった、早朝及び寒時、人身事故などによる遅延時には行わない。2013年まで存在したテレビカー設置車用8000系及び初代3000系の5号車のみ、テレビの設置方向に合わせるため進行方向に、対して後ろ機に転換を行っていた。座席転換作業の必要がないロングシートの6000系7200系。 九線系などを使用する列車であっても、乗降客分離のための停車位置変更は必ず行われていた。ただし八線系を使用する当駅行き特急が到着後、大阪方面行き急行として折り返す場合は、この扱いはなされなかった。2017年2月25日のダイヤ界整備から、淀谷橋、出町柳駅における、車内整理のための列車移動が廃止され、 直接乗車位置まで列車が来て停車し、車内整理、車内清掃、座席転換等後にそのまま乗車が可能な形に変更された、早朝および深夜時は、車内整理は行わない。一定半応答線の開通を記念して、駅構内に、元大屋大学教授、下村義之助作の、月名を羽ばたく、徳力富作、落北八景、京都市立芸術大学教授、 福島のり安策作のダンシングブルーが設置されている。列車運行管理システムアデエック、自立分散式運行管理システムの19駅ある各信号取扱駅の一つで駅制御装置が配置され信号機やポイントの制御から駅の案内放送や行き先表示まで自動化されいる。災害対策として防災管理板により駅設備はモニタリングされ、 万が一の火災発生時には、防火防炎シャッターの制御、排炎機の運転、避難度確保のための自動改札機の開放、火災発生表示機の点灯、運転指令所への通報が自動、またはワンスイッチで行える。また、地下駅の構内でも、警察無線や消防無線が使えるように、無線通信補助設備や防災電話などが完備されていい。 設備の更新1989年の応答線開通から25年以上たち老朽化した設備の更新が開始され2015年平成27年1月9日同月23日にかけてホーム会地化コンコース間のエレベーター更新蛍光灯の LED 照明への更新2017年にエーデン口のトイレのリニューアル同年5月23日同年7月中旬まで かけて、校内エスカレーター2機が更新される。串型形ホーム4面3線を有する地上駅である。改札は1カ所で、駅員配置駅となっており、自動改札機も設置されている。駅舎、京阪出町柳ビル2階部分には、つたや出町柳駅店がある。以前までは、永山電鉄に一括賃貸されていた、ため永山電鉄本社が、フランチャイズ営業を行っていたようで、 その際は、店名が、エーデンデマチアナギ店であった。1階には、京都バスターミナルに面した側にはロッテリアがあり、以前は、構内一番線ホーム側からも利用することが可能な構造となっていた。2009年12月末には、駅改装工事によって、駅ホームと改札外の間の壁がガラス張りとなり、改札外からも列車を見ることができるようになった。 京阪の駅の出入り口はメインのものが営電の改札前にあり上下エスカレーターが備わっているほかエレベーターは南西側の角近くにある。駅前の道路から構内はごく緩いスロープになっていてその先ホームまでは平面で車椅子等での移動は容易である。元々の駅舎は仏道形式の歴史ある建築物である。 京阪大朝線開業時に建設された新駅舎に隠されて表からは見えなくなったが、ホーム側の先からは旧駅舎を見ることができる。1番線ホームは1両のみ、2.3番線ホームは2両編成の停車が可能である。かつては1番線も2両分の長さがあったが、八瀬比営山口業がほとんど単行運転になったため、1両分が埋められて通路となっている。また、 一番線乗車ホームはその先にも伸びており、トイレへの通路となっている。なお、ホーム上屋は完全に整備されておらず、二両編成の場合は二両目が上屋からはみ出る。クラマの日祭り開催時は、鉄道の輸送力やクラマ集落への収容に限りが、あるため入場制限が行われる。そのため、発生する行列は、京阪で町柳駅の地下階段のあたりにまで、 長く伸びる。近年の1日あたり、利用客数の推移は、下記の通り、地上駅舎前から100万に通じる道や今出川、通沿いに、多少の商店や小規模事業所があるたは、住宅地である。地上駅舎前から西に向かうと高野川にかかる、河合橋と鴨川にかかるで町橋を渡る。橋の上からはすぐ南側に、 高野川と鴨川の合流点を見ることができる。合流後は、鴨川。北側の川に挟まれた遺体、下鴨は、下鴨神社などがある昔からの住宅街である。橋を2本渡った先、鴨川河原町通りはかつて、京都電気鉄道、後京都市電、出町線の終点があった、ところ、清流町で、種屋、苗屋と呼ばれる農耕、農厚、 園芸用品を扱う商店が広い道路の両側にんでいたが、2000年代に入ってからは閉店しているところが多い。かつては道路は一部が駐車場となっていたが、現在は出町地下駐車場が作られ昇降するオープと駐車場利用者用の海岸とエレベーが道の中央部に作られている。少し南側の河原町今出川交差点付近には銀行、パチンコ屋、 飲食チェーン店などが目立つ。河原町通り、寺町2は、様々な商店が並ぶ出町商店街である。マス型通りには、出町商店街の一部である、マス型アーケード街がある。寺町2の先は、同志社大学や京都御所となる。京都市営バス、京都バス、京阪バスの路線が発着する。 1989年までは、今出川2乗り場のバス停留署名が、鴨大橋東詰めで、川端2乗り場が、永電前だった。また、徒歩で数分程度の場所に、河原町今出川バス停がある。こちらは上述した系統のすべてが発着するほか、37系統、59系統、205系統も、利用可能で、運行本数も多い。 1989年に、京阪大東線が開業するまでは、大半が三条京阪発議であり、三条京阪、出町柳駅までは、リレーバスと称されている時期があった。その当時は、京都バスで三条京阪出町柳駅を乗車して、永山電鉄に乗り継ぐ場合並びに、その逆経路の場合、乗り継ぎ割引機が適用されていた。三条京阪からは、乗車前に、 永山電鉄連絡割引乗車券を京都バス案内所で購入。永山電鉄からは、出町柳駅改札で京都バスの割引乗車券を購入する方式であった。しかしその反面、リレーバスと同じく二駅間を結んでいた京都市営バス。当時は1系統が、永電前マイナス3条系半前を、河原町今出川河原町三条経由で結んでいた。 現在は東駅周辺で新青井橋青井橋、西詰河原町今出川出町流駅前、新青井橋の一方循環運行には、この制度は適用されなかった。当時この二駅を結ぶ路線はすべて、京都バスは現在の応答線上の川端通経由、市営バスは河原町通り経由であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。